マルク・オー・マドセンは、デンマークの男性総合格闘家、レスリング選手、ニュクービン・ハルスタ出身、チームオリンピアン、エクストリーム・クー・トゥア所属。リオデジャネイロオリンピック男子グレコローマン 75kg 級、銀メダリスト、マルク・マドセンとも表記される。リオデジャネイロオリンピックで銀メダルを獲得する、マドセン6歳からレスリングを始める。 2008年北京オリンピック男子グレコローマン 74kg 級に出場し、ワルテレス・サムルガチェフに敗れ初戦敗退。2012年ロンドンオリンピック男子グレコローマン 74kg 級出場し、3位決定戦でアレクサンドル・カザケビッチに敗れ最終的に5位で終わる。2016年リオデジャネイロオリンピック男子グレコローマン 74kg 級に出場し、 決勝戦でロマン・ブラソフに敗れ金メダルを獲得。2013年、プロ総合格闘技デビューを果たし、デビュー戦を 1RKO 勝ち。その後、ローカル団体で8戦8勝を記録。2019年10月18日、UFC デビュー戦となった UFC ファイトナイト、ハーマン戦 VS、カナニアで、ダニーロベルアルドと対戦し、パウンドで1四個勝ち。 2020年3月7日 UFC248 でオースティン・ハワードと対戦し3から0の判定勝ち総合格闘技無敗記録を10に伸ばした。ありがとうございます。